IEC6086 は国際電気標準会議が定めた一次電池に関する規格である。以下の文書からなる。日本では JISC8501 次電池通則などとして国家規格化されている。R20LR20R14LR14R6LR6R03LR036 回 22CR2032IEC6086 から。 1>, 1と実 C8500 で電池の形状、寸法、電池系などを表す記号が定められている。以下では規格以外の情報も適宜補足する。積層電池は内部の電池の数を表す数字で始まる。単電池は何もつけない。ラテン文字1文字で電池系を表す。表は参考に二次電池の記号も記す。電圧は電池系で決まるが、実際の電圧は 高渉電圧より高い電圧で始まり、徐々に降下する。積層電池なら電圧は、総数倍になる。一般的なリチウム電池は二酸化マンガンリチウム電池だが、単酸型、単4型のリチウム間電池は、硫酸鉄リチウム電池である。オキシライド間電池は、ニッケル系一次電池に分類される。ラテン文字一文字で形状を表す。R、円形界、角形。 ひらがた P、非円形 S、ペーパー数字の列で寸法を表す。正式に規格で定められているのは上限で、下限は参考値となっている。いくつかの寸法は固有の記号が決められている。固有の記号には以下のようなものがある。固有の記号が定められていない寸法は数値で表す。形状が R の場合、ミリメートルを単位とした直径と、 0.1mm を単位とした長さを続け、3から5桁の数字で表す。例えば、2032なら直径 20mm、厚み 3.2mm である。直径と厚みは以下の値が定められている。ただし、数値は切り捨てで表示するため、いくつかは規格の寸法と表示する寸法が異なっている。実際の寸法を括弧内に記す。 マンガン館電池の単一 k 単三型に限り、この後にさらに一文字のラテン文字が続き、グレードを表す。日本で生産されているのは、P トップである、梅尾義幸著、新しい電池の科学、講談社、二千六年九月二十日第一冊発行、i s b n 四十億六千二百五十七万5300に、インターナショナルスタンダード i e c 六万八十六から一 ありがとうございます。